原子力安全のシステムが動いてないと思うんですが、完璧にできていない中で、これはもう原子力規制庁の設置を待つまでは、そうしたもの自身が半ばですね、機能しない状況で、実は再稼働の判断の時期を迎えたということが、非常に不幸な形になっているんじゃないかというのが私の結論であります。 山田京都府知事はストレステストの一次評価だけで大井原発の再稼働を判断しなければいけない現在の状況を異例の状態だとし本格的な判断は原子力規制庁の設置を待つべきではないかと指摘しましたその上で政府に対し安全・安心についていかに暫定的・限定的判断をされるのか明らかにしてもらいたいと注文をつけました。また 政府は徹底した説明責任を負っているとし、京都府民に安全の説明をしっかりできなければ、大井原発の再稼働に同意できないという認識を明らかにしました。